女子 5000m に出場しました山本優真です。今回のレースは目標としては3番以内に入ればいいなと思ったんですけど、優勝することができてとても嬉しいです。今後は今回の大会でワールドランキングも上がって世界陸上も見えてきたので、自分は世界陸上で自分の走り、自分らしい走りができるようにこの1ヶ月間まだ選ばれるかわからないんですけど頑張っていきたいと思います。皆様のご声援のおかげで今回のいい結果が得られることができたので、皆さんにまたこれからもいい結果が報告できるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。